こんにちは、松本です。今回なんですけども、以前リリースした動画で、ハープの動画があったんですけど、そちらの動画の方が T 君がちょっとミスりすぎてて、内容が全然入ってこないっていう、クレームじゃないんですけど、まあ意見があったんで、改めてハープの貼り方をやっていきます。最後までご視聴ください。まず使用するタープなんですけど、僕の大好きなメーカーさん、コディアックキャンパスさんのタープをこちら使用します。ポイント5個ぐらいありまして、まずは配置、ロケーションに配置、それからペグダウン、3つ目がタープの両翼の張り、4つ目が全体的にシワにならないように綺麗に整えていく作業、5つ目がたわんだ時の対処法っていう5段階に分けて説明していこうと思います。ではまず1つ目の配置、配置をする際なんですけど、キャンプ場などは区画が決まってますんで、その中でガイロープも含めたゾーニング、これをイメージしてから配置していきましょう。タープ、これを半分に折ってもらって、上辺ですね、これとタープの使うポール、これを一直線にまず配置してあげてください。では次のステップなんですけど、基準ペグ、これを打っていきたいと思います。この基準ペグなんですけど、僕は今もう慣れちゃってるんで打たないんですけど、慣れてくれば初心者さんも打たなくても設営できるようになるんで、でも打たないと初心者のうちはタープがよじれちゃったりシワになっちゃったりするんで、最初はやっぱり打った方がいいかなということで、今回僕も打っていきます。この基準ペグはある程度抜けなければ、後で抜いちゃうペグなんで、軽く打ってあげれば大丈夫です。場所が分かればいいだけのペグなんで、タープの角っこ、上の角っこの部分とポールの先端、これが重なる部分、ここに1本打ってあげると。で次にこっちですね、ポールのエンド部分、ここに1本打ってあげる。次の工程なんですけど、このポールをこうやって空中に立たせたい、ガイロープこれで引っ張ってあげて、このポールを独立で立たせてあげる、これが次のステップになります。このポールに対して90度、基準ペグと基準ペグの直線に対して90度にポールを配置します。で配置し終わったら、このポールの3分の2の場所、まあこの辺ですかね、にペグダウンしていきます。これは大体でいいです。ペグの打ち込む角度なんですけど、タープあっち側にあるんで、ロープっていうのがこういう風に張ってくるんですね。だからそれに対抗させるたびに、ペグをちょっと斜めに打っていきます。だいたい45度、これでロープが90度の角度で踏ん張って出せるんで、反対側の方も基準ペグと基準ペグの直線から90度のところにポールを配置してあげて、こっちも3分の2の場所、ここに何かな、同じく45度で打ってきます。ペグを打ち終わりましたら、次にロープ、これをポールを独立させるために結んでいきます。皆さんお使いのテントやタープのガイロープっていうのは、自在金具っていうものがついてると思うんですよ。ついていなかったとしても自分でつけたりつけ直したりすると思うんですけど、コディアックキャンパスさんのガイロープっていうのはこういうフック型の、自在金具になってまして、ちょっと変わってるんですけど、でロープも他のメーカーさんより太いロープなんですね。しっかりしたこれを引っ掛けてもらって、先ほどのポール頂点に紐をかけてください。これを反対側もやっていきます。このポールとこのガイロープで直角三角形の部分、これがだいたい60度、30度、90度っていう風にしてください。この後このポールっていうのは立ち上がりますんで、この基準ペグを中心に立ち上がるんで、このロープ、今ちょっとこれ分かりやすくピンと張ってますけど、緩めで設置してもらって大丈夫です。一旦ポールをこのまま立ち上げていきます。そうするとガイロープに指示されて、ポールが一人でに立つんですよ。手を離して、こんな状態を作りたいんです。最終的にこの基準ペグのとこまでポールの下が行くんですけど、まずそれ高すぎてこうタープが届かないんで、一旦この
斜めの状態でキープしておきます。で反対側も同じようにやっていきます。両サイドの、ポール、これの独立が終わったら、いよいよここからタープを張っていきます。この輪っかだったりリングだったりあのハトメなりが多分タープの上辺の端っこについてると思うんですよ、皆さんのタープに。それをここに引っ掛けるんですけども、順番はタープを入れてから紐を入れる。反対側も同じくやっていきます。ポールにタープを引っ掛けてから紐で蓋をする。はい、これは一緒です。ここまで終わりましたら、徐々にゆっくりと両サイド立ち上げていきます。ポールを最初に打ったこの基準ペグ、こいつにこのポールの足が来るようにしてください。反対側も同じようにこの基準ペグに近づけていきます。これいっぺんに立てちゃうとあのペグが抜けたり向こう側のペグが飛んだり、まあ、いろいろ不都合があるんで、ゆっくり時間かけていいんでゆっくりやってもらって大丈夫です。徐々にこの基準ペグとポールの足この位置を縮めていく、こんな感じですね。反対側もやっていきます。このように今、まだタープの上辺たるんでるんで、これをガイロープを絞ることによって張らせていきます。左手でメインのロープを掴んでもらって、で右手で自在金具、これを右手をどんどん左手に近づけて上げていく、こういう感じでロープを張っていきます。反対側もやっていきます。これ慌ててこうピッてやんないで、ゆっくり時間かけていいんで、ピッてやって外れちゃったら嫌じゃないですか。だからゆっくり時間かけてしっかり立てていきましょう。ある程度ピーンと上の部分が張れたと思うんで、今度は屋根出しですね、タープの。これをやっていきます。屋根出しはやっぱりシワ寄ってるとかっこ悪いんですよ、見た目が。だからピンと張るようにやっていきます。でまずタープの端っこ、これを持ってもらって向こう側のてっぺんに向かってしっかりピーンと張るように引っ張ってあげてください。でこの時ペグが抜けるようでしたらしっかり打ってあげる、これが大事です。で続いて今度は反対側のあっちの頂点ですね、あそこに向かってピーンと張ってシワを伸ばすっていうイメージ。この2辺からピーンと張ってればタープは綺麗に張れます。じゃあペグ打ってきます。ここでもポイントがあるんですけど、このロープ、これをいっぱい引っ張るのか、それともすぐ下に打つのかによって利用する空間の広さっていうのが変わるので、これは一人で使うのか何人か数人で使うのかに合わせてロープを出してあげると、そうすると中が広く使えたり狭く使えたりするんで、そこはご利用人数に合わせて伸ばしたり縮めたりしてください。今回はちょっと大きめに引っ張って利用空間を大きめに取っていきます。だいたいここにペグを打つよっていう場所が決まったら、これ初心者さんやりがちなんですけど、ペグをロープに通してこう打つんじゃなくて、だいたいの場所が決まったらもうここもう離しちゃって大丈夫なんで、で両手使ってしっかりペグダウンをしてあげると、これが大事です。ペグをしっかり打ってからロープをかけてあげる、で引っ張ってあげて止める。でここがピンと張れてるか、こっちもピンと張れてるか、この2箇所を確認してください。ここである程度こんな感じで立ったんで、基準ペグ、これはもう必要なくなったので基準ペグを抜いていきます。そしてガイロープ、これをピンと張ってしっかりタープを立たせてあげようと思います。基準ペグ、これを今4本抜いたんですけど、まあ最初にピンと張ったはずのこのガイロープや
サイドのガイロープ、これが全体的に張ることによってちょっとずつたわみます。なのでこれをしっかり締めてあげる、これがステップ4つ目になります。じゃあ締めていきます。左手で持って右手で自在金具を絞ってあげる。ここも結構緩んでるんでしっかり締めてあげる。向こう側のメインポールも締めていきます。次はサイドロープですね。ここもさっき締めたはずなんですけど、メインポールの方のガイロープを、張らせたことによってたわむかもしれないです。なのでここも4箇所チェックしていきます。やっぱりこれちゃんとピーンと張らないと、強い風が吹いた時タープが暴れちゃうんですよ。そしたらペグが抜けてペグが飛んでっちゃって隣の人にぶつかったり車にぶつかったり非常に危ないんで、ここの確認作業これはしっかりしていきましょう。ここまでで一応タープの方はステップ4つこれで完成なんですけど、ちょっと今くぼんでんの分かりますよね、上が。これをもうちょっとピンと高さを調整してピンと張らせたいと思います。これが5個目の最後のステップになります。これまっすぐ今立ってるんですけど、垂直に立ってるんですけど、まあこいつをちょっと持ち上げて内側に下を入れてあげるんですよ。でタープの上辺をこう引っ張ってあげるイメージですね。こっちに反対側も同じくやっていきます。でこうやるとまたここのガイロープっていうのが緩んできますんで、まあ、そこを絞ってもらって、以上タープの一人で簡単に張れる立て方となってます。これから夏の強い日差しとかそういう元でバーベキューだったり友達やご家族とタープの下で焼肉をやったりバーベキューしたりっていう方に一人でも立てられるタープの立て方やってみてください。一人で立てられることによって、まあ、もしご家族で行った場合、今まで2人とかで3人で立ててたタープがたった一人で立てれることによって他の2人が余るわけじゃないですか。そしたら他の人たちがテントを設営したりバーベキューの準備をしたりすることができて時短にもなりますので、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。もし、うちのチャンネルで、やってほしい企画などありましたらコメントの方に書いてください。お願いします。ではまた次回。